ヤッホー、サオリです。トレジャーズ続きやっていきます。さてと、外に出ますかね。ワクワクしますね。はい、またマークがついてるんで、あっこに行けばいいんでしょう。もう外に出てるんですよね。なんかいろんな場所に行きたくなりますが、とりあえずこっちに向かってってと。よいしょ。さて、神谷くんはどこに行ってしまったんでしょうか。なんかわさわさしてますよ。あ、ドラキーが出てきたよ。はい、戦うのかなこれ。あ、そっか、探検で、ほうほうほう、戦っていく。モンスターも一緒に戦ってくれるよね。キラリンもいますね。攻撃、Y これでいいのか。超音波、うわ強いぞ。結構ドラキー全然ダメージ食らえられない。え、ちょっと待って、回避、Y なんかとっておきって言ったけど、 Y、 え、こっちが回避、なになに、なかなかダメージが与えられないんですが。あ、誰か来た。あ、そういえばこの子ともはぐれてましたよね。ドラキーと戦ってる。ブー、でも君一人だと戦うのは大変じゃないかな。めっちゃ大変そうやった。なんか1ぐらいしかダメージ取らんかったし。そういえば、あ、キラリン、後ろに仲間のモンスターがついてきてるようだね。一緒に戦ってくれるはずだったら、仲間と一緒に戦えばいい。ブー、君にはそれができるはず。いっぱい戦ってレベルを上げれば君もどんどん強くなれるよ。はい、レベルという概念もやっぱり存在する。ピッキーよろしくね、キラリン。あなんか楽しそうなんですけど、キラリン。はい、力を合わせて頑張るブーとのことで。お、こっからどんどん攻撃を与えていけるのか。仲間になったモンスターは敵との戦いになると勝手に戦ってくれる。おお、それは頼もしいですね。さあやっていきましょうかね。攻撃はわーい。あ、全然当たんない近づかないといけないってことか。こう、はいはいはい。おお、これ巻き添え食らったりし、すごい、キラリン強い、遠くからキャド、うおで、ドラキー強ない、キュートストライクやって、すげえ。回避っていうのをやってみたいんやけど、この、はいはい、あ、自分も回復、ん、回復したのかな今。ちょっとよく分かんなかったわちゃわちゃしてる間に終わってしまったけど、初めての戦いクリアいたしました。かわいいめっちゃ褒めてあげてる、喜んでる。はい、豚さん見事だブー。はてなはてなはてなになってますね。戦ってどんどんレベルを上げるんだブー。はい、申し遅れたブー。あ、名前ね、聞いてなかったよね。トンブ、覚えやすいね。この地であるお宝を探しに来たんだブー。はあ、ブブマヤを導く精霊、あ、精霊やったんやね。そういえば、うん、竜の探検はきちんと持ってるみたいだね。その探検はすごい力を秘めた宝剣で、いろんなことをできるようになるんだブー。例えば、はい、モンスターが見た宝のありかのビジョンを見れるようになったりとか。あ、これはやりましたね。 MP を消費して自分の HP を回復できるようになったりとか。さっきね、 X ボタンを押したら回復って出てきたような気がしたけど。その他に2本の探検の力を合わせるとすごいことが起こせるみたいだよ。じゃあやっぱりカミュ君と合流しないといけないよね。いなくなっちゃったんですよね。もう1本の探検を引き抜いた青いボーイは一緒じゃないの。あのさ、はい、ちょっと探してるんですけど、えー、はぐれちゃったの。君の兄貴なのか。それは困ったブーこの島にいるといいけど。まあ、あの猫が一緒にいると思うから多分大丈夫だブー。ゆるいな。それじゃ、はい、兄貴を探そうブー。了解です。まあ仲間がいっぱいおるからな。はい、安心して進んでいくか。ああ、いいですね、 BGM が。さ、こっちに進んでいけば、あ、すごい導いてくれてるっぽいよ。
トンブ。なんか宝箱落ちてたりすんのかな。めっちゃ広そうなんですよね、フィールドが。どうですかこれ。ちょっとよくわかんないけど、こっち何？え、ここどこ？むっちゃ空の上っていう感じするけど、なんか下に雲が。どこ？不思議な場所にやってきてますねこれ。これなんだ？何やったっけ名前。あ、ニャゴスね。おお、マイハニー、どうしてこんなところに。ちょっと探してるんやって、カミュくん。マヤの知り合い？へんてこな連中だけど。ちょっとにぎやかになりましたね。僕らは今、マヤの兄貴を探しているところだわ。探してくれてたんや、ありがとう。ハニーはお兄様を探しているのか、ふーむ。うん、一緒に探しませんか。そういえば先ほどノズさんで青い瞳の少年を見たな。もしや彼ではないか。あ、彼ですね。それだそれだ。ゆるい。青い瞳のボーイなんてめったにいないから間違いない。早速探しに行くブー。待て、この先には野生のモンスターがうろついてて危険だ。ハニーたちだけじゃ危ないから俺様もついていくぜ。仲間がどんどん増えていく。嬉しいね。にゃごっつ。よろしくお願いします。頼もしいわ。あと一緒に俺様の手下も加わるからよろしくな。お、さっきのスライムかな。スライムのスラッチェ。変な帽子かぶってる。さて、はい、のずさん。うわ、結構上の方やな。森のリフトから行けるはずだ。だが段差が高くて普通じゃ登れないな。キラリンがいるから手伝ってもらうか。キラリン何でもできるんや。スライムに乗ればそのプルプルな体で高く飛べるはずだ。嬉しい。スライム乗れんの。ちょっと難しそうな。 L と A でいいのかな。はい、探索連携あって、へー、よいしょ。おー、すごい。トラッキーにぶら下がったりとか、キラーパンサーに乗れたりとか。うおー、ちょっと待って、地面に潜るって何。めっちゃ気になるな。よし、やっていきましょうか。大きくジャンプす。探索連携。こうする。ちょ待って。キラリンじゃなかった。キラリンに乗りたいんやけど。こうかな？あ、違うの？キラリンは、ちょっと、ニャゴスに乗っちゃうんやけど。キラリンに乗りたいよ、私は。あかんわ。ちょ、よくわからんけど、とりあえずこっちでいいのかな。はい。ジャンプ。行けるところまでは行きましょうか。この上？大きくジャンプ。ここで、はい、連携するのかな。こうして、あ、そっかそっか、私 A ばっかり押してたからさ、A にはニャゴスが振り当てられているから、Y を押せばキラリンを。はい、なるほど。キラリンの方がジャンプ力が高い気がしましたね今。じゃ連続では使えないらしい。待って。はい、よっしゃ、登れました。 OKOK。ちょっとコツを掴んできましたよ。あ、ここも登らなあかんのか。これは別にスラッチでもいけんじゃない。よいしょ。あかんわ。え、どこ、え、ちょ、こっちか。こっちね。え、びっくりマークがなんかこの壁の裏側にあるっぽいので。なになに、これ何。あ、お宝。え、すごい。このように野良お宝というか、なんというか、掘り出せるのか。おお、何が入っている。未鑑定のお宝。まだ鑑定されてないお宝。鑑定するとお宝の正体がわかる。誰に鑑定してもらうのこれ。いいものだぞ。うん、いいものやと思いますが。なんか豚のマーク出てきた。お宝を拾ったみたいだね。でもそんなに価値は高くなさそうだブー。とはいえ誰かにとってはお宝になる。それを僕らはジャンクと呼んでるブー。へえ。ジャンクでも高価値なトレジャーと同じくらい珍しいものがあるから集めるといいブーね。誰かにとってはお宝かもしれないっていうことね。未鑑定のお宝気になるな。で、こっちで合ってるんです。ちょ、よくわかんないまま進んできてますが。おお、なんだなんだこれは。炭鉱の跡って感じか。よいしょ。あ、リフト乗り場。全然違うかった。リフト乗り場やった。ちょっと待って、この上とかも行けたりすんのかな。ジャンプできなくなりましたね。ちょっと待って。あ、ジャンプできたわ。これ登りたいな。特に何もなさそうかな。何もないな。ちょっと無意味にうろうろしたくなりますね。はい、ここがリフトやって。はい、あの乗り物がこの島の上層につながるリフトだ。山の上まで行けるのかな。
あのリフトに乗ればハニーのお兄様がいるノズさんまで行けるはずだぜ。これ動くの？なんか結構ボロボロやけど大丈夫なやつ。まあ行けるんでしょうけど、この裏には何かあったりするのかな。ちょっと待って、こっちにマークついてなかった？これマーク、これなんだ、調べてみましょうよ。よいしょ。あー、ここはまだ行けないのね。そしてこっちは何かあんのかな。何もないかも。ちょっとなんか冒険始まったからほんまにうろうろしたくなりますね。あ、何もなさそうやな。ではリフトに乗ってみたいと思います。操作しますよ。古びた装置がある、動かしましょう。めっちゃ古そうやんな。しかし大丈夫かな。大丈夫、途中で落ちたりし。はい、ちょっと待って、これもう山の上に登れたということでしょうか。マップどうやって見んのやったっけ。こうか、ちょっとよくわからんけど登ってきたっぽいよね。どうやら焚き火もありますね。あ、びっくりマーク、神を探そうやって。さあでは進んでいきた。あー、誰かいますね。はいはいはい、話しかけていきましょう。誰だ。マイオリシ二頭の黄金竜。何を言ってるんでしょうか。お、なんか綺麗な方ですよ。はい、二頭の黄金竜。あ、なんか喋ってくれてんな。はい、この大地に散逸せ。何何。はい、この大地に散らばるたくさんの宝についての伝承です。はい、まあいいかな。二頭の黄金竜やって。伝説のお宝がいっぱい地面に埋まっています。あなたもそんな伝説のお宝を求めてここに来たのかしら。うん、そういうわけじゃないんやけど。兄貴を見なかった？あら、お兄さんを探しているの？もしかして青い瞳の男の子かしら。あ、目撃情報。その男の子ならこの建物の上の方で見たかもしれないわ。ただこの先は野生のモンスターが多いから気をつけて進むのですよと。はい、なんか仲間モンスターが増えたから大丈夫でしょう。お兄さん探し頑張ってくださいね。わ、優しそうなこのお姉さん。他にも聞いてみましょうか。あなたは誰？私ですか。うーん、この地を調べに来た人かな。そういう、あなたはどなた？お宝探しのマヤでいいかな。まあ可愛いお宝探しさんだこと、マヤさんというのね、よろしくね。ご存知ですか。謎の女性ですね。ここ伝説の地は人が住んでいないモンスターだけの楽園なの。だからこの大地は人にとっては謎だらけ。私はそのたくさんの謎を調べに来たんです。この人もここに住んでるわけではなさそうな感じですね。あら、戦い方を教えて。まあ増えましたからね。私にそんなことを聞くなんて変わっていますね。でもいいですよ。回復はなんか X ボタンで。私は自分で戦わないの。説明する分何も知らんのかな。あーって、トンブトンブ。はい、マヤは戦闘中に竜の探検を使えば MP を消費して回復できる HP をね。あ、長押しか。了解了解、わかりました。 X 長押しで回復できます。はい、仲間を回復するにはホイミダンね。スリングショットも戦闘中に使うわけですね。わかりました。ご存知ですか。はい、ホイミダン。はい、仲間の HP もしっかり管理していかないといけない。仲間を生き返したい。確かに死んでしまったらどうなるんでしょうか。横まで行って竜の探検を使えばいい。え、そうなんやか。竜の探検むっちゃ便利やん。A を長押しでいいらしい。ほい、スリングショットはなんとなく、はい、使い方。あ、こちらのメモ、はい、これね、何回か出てきてますね。筆記、はいはい、 ZR ね。OK! 多分大丈夫。ターゲットも切り替えられるのね。了解了解。はい、なんとなくわかりました。ちょっと慣れていかないといけないね。 OK です。お姉さんありがとうございました。誰なんやろこの方は。謎の女性。これ何？調べましょう。石碑には何やら古めかしい文字が刻まれている。読むことができなかった。さっきこれ謎の女性が言ってた、黄金竜2匹とかそういうのが書いたんやろうな、きっとな。なんかいんねんけど。話しかけましょう。かーかークエー、お前さてはお宝ハンターだな。クエー、いい目をしている。仲間たちもお前を慕っているようだ。これカッコの部分は誰が通訳してくれてんやろう。ありがとうございます。かーかー、だが我が主には及ばないがな。この人も誰かに買われてんやな。我が主はすごいお方だ。くれぐれも粗相のないようにな。よって
他にも話を聞くことができるでしょうか。お宝ハンターって何知らないのか。文字通りお宝を探し求める者のことだ。そして我らモンスターは能力を駆使して宝探しを手伝うのだ。忠誠を誓ったお宝ハンターのために働くことには喜び感じるからな。よって、はあ、モンスターたちありがたい存在ですね。これね、この世界では。さて、まあでもノラのなんかモンスターとは戦うことになるんですよね。野生のモンスターとはさ、あ、普通にめっちゃ女ドラキー。カミュ君は上にいるって言ってたよね。階段登っていけばいいのかな。モンスターの気配がする。気を引き締めて進もう。なんかある程度やっぱ戦っていかないと。おーすごい。ちょっと待って、急に始まった。おー、あ、強っ。ちょっと待って、なんもせんでもみんなが戦ってくれる。これちょっと待って、ちょっと戦うか。ちょっとわい。おーおーおー、すごい。なんか28も、あ、今ゴールドが散らばりましたね。はあ、なるほど。しかもレベルも気づいて上がってる。すごい。すごい。なんかエンカウントも勝手にしてくれるし、爽快アクションという感じでしょうか。はい。いい感じ。ちょっと探索し持っていきたいと思いますが、積極的に戦っていくか。こうやって殴ればいいんですよ。別に私何もしなくても、このぐらいのね、強さの敵ならば勝手に倒してくれるという。便利。あ、なんかあります。粒は覗けないね。これは開けていきましょうか。よいしょ。はい、本意未弾。そうね、 HP が減ってきたらなんとかしてあげないといけないよね。じゃあこの階段登ってみたいと思います。カミュ君いるかな。うん、まだまだ上がありそうか。お、ドラキーばっかりやな。ドラキーしかおらんな、むしろ。まあ、戦っていくが、スラストライク。みんな何してるか気になるな。どこ？あ、なんか箱ある？ちょっと、箱があったら開けていきたい。よいしょ。すごい、勝手に戦ってくれる。あ、でも MP 結構減ってくな。あ、でも、レベルが上がったら MP も HP も回復するから、めっちゃ便利やん。いい感じやん。都合がええですね。ちょっと待って。上も行けるし、あ、上はいけないね、これね。よく見たら。じゃあ、こっちか。あ、シャドウが現れましたね。なんかいいもんないかなとは。これは登れるが、特に何もないかな。はい。どこに行けばいいんだ？これは登れるが、ここまでって感じすんもんな。もっと長い階段が、あ、この先ですね、きっと。こいつら倒さないとちょっと厳しすわな。よいしょ。これなんか連携技がどうこうとかって、さっき言ってたっけ。言ってたような。あ、ちょ待って、これ絶対強いやんと思ったけど、これ、動かないですね。調べましょう。気味の悪いマシンがある。壊れていて動かないようだ。うわぁ、いつかこれに乗れたりすんのかな。わからんけど。さあ、じゃあ、どんどん上に登ってってみましょうかね。あ、といってもここまでか。あ、いっぱいあんぞ、これ。はぁ、壊れてるわ。全部壊れてんのかな。壊れてそうやんな、全部な。ちょっと待って、どうしたらいいんや。あ、まだ上に行けますね。あ、びっくりマークもありましたね。ちょ、みんな来てる？心配になるわ。みんな来てるわ。ちょ、あ、なんかいっぱいある。はい、これ開けて。石ころ弾、そういえば使ってないな。石ころ弾もなんかその辺、なんか気になるところがあったら売ってったらいいんかな。まあいいや、ちょっと休んでから行きますか。よいしょ。疲れた。はい、回復。宿屋の音楽が鳴りますね、とは。はい、おはようございます。では、この先に多分、カミュ君がいるんですかね。ちょっとわかんないけど。何者かの気配がする。進みましょう。誰かいますか。あ、いましたよ。倒れてる。大丈夫でしょうか。はい、よろしくお願いします。頼もしいな、ニャーゴ。あ、さっきの壊れてたマシン。にゃんだこいつは。にゃんだ。おお、強そう。やばい、強そうですけど。襲ってくるよね、これきっと。ちょっと回復とかしっかりしていかないといけないよね。 X 長押しで AHP 回復、あとホイミダンを打たないといけないかもしれないから、ちょっと待って、とりあえず攻撃して、攻撃でいいよね。おお、素早いぞ。ニャゴスパンチ、わあ、ちょニャゴスパンチではないね、デビルウェポンやって。マジで危ないやん、名前からしてさ。
ちょ、みんな HP 大丈夫？大丈夫そうではあるな。え、ここあかんか、離れなかん。あ、ちょちょちょ、あ、後ろからならば大丈夫だ。よいしょ後ろから、レッパ切れてなり、まずいまずい、ちょっとちょっと待って、みんな大丈夫？とりあえずちょっと回復した方がいいかな。弾を切り替えて、え、えら、えら、え、ちょっと待って、選んで、ああ、え、ちょっと待って、回復したい、スラッチを回復したい。どうしたらいい？こうしたらいい？ちょっと待って、あった、あ、違うわ、こうやって、こうか、あ、オッケーオッケーオッケー、回復できた。ニャゴさんも回復しとく。ちょっと慣れないと、え、慣れないんだけど、ちょっと間違えた、あ、むずい、あ、こうね、こう、はい、できた、よし、おお、ちょ。ホイミダンが難しい。あ、デビルウェポンやっつけたらしい。みんな強いね。オッケー。はい。なんかゴールドも手に入ってるっぽいよね。レベルも上がりましたよ。あ、ニャゴスレベル高いな。じゃあこれで神くんが助けられるかな。あー、びっくりした。びっくりしましたね。なんか奥にでっかい宝箱もあるね。よく見たら。さあ、倒れている誰かの元へ急ごう。マヤの兄貴かもしれない部。かもしれないというか、完全にそうですよね。はい、調べましょう。お兄様、大丈夫か？あ、よかった、生きてますね。はい。いてて。待てなってなってる。うわ、マヤ。マヤちゃんと再会。今までどこにいたんだよ。ずっと探してたんだぜ。あ、神くんも神くんで探してたらしい。マヤも神を探して冒険していたことを話した。そうか。マヤも俺のこと探しててくれたんだな。しかもたくさんの仲間を連れててびっくりだぜ。マヤやるじゃんか。知らない世界に飛ばされてマヤがいないと気づいた時はマジで焦ったけど、再会できてよかったぜ。よかったよかった。あれ、はい、この猫ちゃんも名前があるんでしょうね。なんでここで倒れてるんだっけ。キラキラ、あーあー、相変わらずだぼ。いつまで倒れているのかぼ。なんだその猫、知り合いなのか。あなたも猫ですね。失礼ね。あたいにも名前があるのよ。教えてください。ミューシャ。この世界にとあるお宝を探しに来たのよ。ミューミュー。神を導く精霊ミューシャ。トンボより名前がかっこいい。いきなり連れてこられてびっくりしたけど、ミューシャは結構いいやつだぜ。俺にいろいろ教えてくれたんだ。お宝のこととか、この島のこととか。ミュミュ。そういえば、あたいたち、宝箱を開けたら急に意識を失って。ああ、あのでっかい宝箱？お宝はどうなったの？中身。なんでしやろか。うん。宝箱や。何も入ってないじゃねえか。ミュー。おかしいわね。カミュとこの宝箱を開けた時はお宝があった気がしたんだけど。宝はどこだ。誰か来た。おお、なんやなんやなんや。はあ、ギンギーラ空賊団のニャゴスじゃねえか。そこにあった宝をよこせ。ああ、なんか別の団体が来てしまったか。これ貴様はニック家シルフの国の将レオワン。宝箱は空っぽだったぞ。貴様こそ宝を持ってったんじゃねえのか。喧嘩。俺たちは今来たばかりだ。そこの宝なんて知らねえ。じゃあ誰が宝を持っていったんだ。なやなや。え、誰かに見られている。揺れてるんですが。なに。うわ、上。なに。ああ、船が浮いてますよ、これ。なんや。空賊か。空賊団か。そんな感じ、そんな。うわ。メイレン。はい。ゲールス。はい。なに、急に。あ、ゲンゲーラ。あれ、ネゴスの先輩、先輩っていうか上司っていうか、なんていうか。ギンギーラ空賊団がやってきたよ。え、これ仲間ってことで合ってる？ギンギーラバチバチなってんよ、これ。あー、なんやなんや。
これはシルフの国の皆さん、一足遅かったね。そこのお宝はいただいた。いただいたらしい。これ何これ。その輝きは、輝け7つの流石の一つか。なんやなんや、ちょっと蚊帳の外やねんけど。7つの流石の一つ、それを手に入れるとは、さすがは我がボス、ギンギラ親分。ヤゴス、これ以上恥をさらせてない。怒られてるわ。うにゃー、今なんと、なぜそのようなことをおっしゃるのですか。ニャゴス、貴様が宝として持ってくるものはガラクタ同様のジャンクばかりだ。そんな役立たずは我が空賊団に置いておけん。なんかキャンプでも似たような話聞きましたが。貴様はもうわしらの仲間だ。ひどい、急に破門にされちゃった。かわいそう親分。それはそうと親分。どうでもよさそうやな。あの子供たちどうします。青い瞳を持つ子供か。放っておけ。ああ子供など、わしの相手ではないわ。まあでも放っておかれた方がいいか。おい、ゲンゲーラ、てめらの相手は俺たちシルフの国だ。レオバ、久しいな。せっかく会ったのだから、一つ貴様たちにいいことを教えてやろう。わしの目的は、この世界のどこかにある宝島だ。宝島だと、この世はでっかい宝島。まあお前などに言ってもわかるはずもないか。さらばだ。ああ、この大地の宝すべては我らがいただく。今こそアドベンチャーか。ちょこれどうなのかな。あ、まあ、そうか、放っておかれるから、まあ別にどっかに行ってしまうだけか。意味深なことを言い残していきましたね。ニャゴス反問されちゃった。バチバチなってんな。まあ、空賊の方が強いわなこれな。あーもう行ってしまったわ。どうすることもないな。空に行ってしまった。すごいね、かっこいい。さてと、さっき持っていかれた宝って、もしかして僕たちが探していた。にゃー、そうみたい。横取りされちゃったわ。困ったわね。すげー。あ、なんだかすげーところに来ちまったな。二つの大きな勢力がお宝を取り合ってるみたいだぜ。まだおった。見逃してくれますかね。あ、誰か来ましたね。また騒がしいですね。あら、かわいらしい。おお、ブリサか。ん、どうした。あれ、空賊たちは行っちゃったよ。行っちまったよ。後で話す。ブリルル。鼻を鳴らしておりますよ。おい。ところでさっきからいるようだが、坊主とも何者だ。絡んできたわ。俺はカメラ。こっちは妹のマヤだぜ。カミュとマヤか。この地にいるってことは、おめえらもお宝を探してんのか。これはなんか言わん方がいいんじゃない。秘密にしましょうか。黙っておきましょう。面白いやつだな。まあ言わなくてもわかるけどな。シルフもうかうかしてらんねえな。じゃあな、青い瞳の坊主ども。ねえ、はい、あなたたち見かけないわね。お宝ハンターの小さなライバルってことかな。はい、またどこかで会ったらよろしくね。また出会うことになりそうか。行ってしまいましたね。ふぅ、やっと落ち着いたな。そうだ、ここを探検してたら面白いもの見つけたんだ。ちょっと見に行かないか。俺についてこいよ。ほう、なんやなんや、次から次へと。なんか放っておかれましたね。よかったですね、子供やからって。ちょっと油断してるかもしれないね、あの海賊団の方々。海賊じゃないか、空賊と、あともう一個の盗賊団かな。盗賊団よくわかんないけど、はいはいはい。ちょっとなんか神くんがついてこいって言ってますんで、ちょっとなんかいろいろ気になるものが多いな。ちょっとまあいいか、行くか。はいはいはい、こっち行こうぜ。やって、のずさん、山の上でございます。よいしょ。こっち、はいはい、登っていきますと、すげえんだぜ。やって、めっちゃ可愛いやん。
こっちへ。これツボ気になりますけど、特に何もなし。はいはいはい、もう少しな。はいはいはい、何これ。山頂の駅あって、駅、あ、焚き火もありますよ。よしよしよしよ、ほらこの乗り物、乗り物これ、あ、汽車、え、なんだこれは。え、はいはい、じゃあ話しかけたらいいか。はいはいはい、話しまして、ほらこの乗り物すげえだろ、こんなの見たことないよな。でも動かないみたいなんだ、壊れてるのかな。他にも見せたいものがあるんだ、こっちに来てくれよ。好奇心の塊かこの少年は。これちょっと調べさせていただいて、今は動かないようだ。はい、こっち、ちょ、あ、こっち、はい、なんかすご、すごい、ちょ待って、さらに高い場所にやってきましたね。何がこれ、なんか見えますね。ほら、これどこ、知ってたか、この島って空に浮いてるんだぜ。なんとなく感づいておりましたけど。それだけじゃなくて、ここはそこら中にお宝が埋まってる不思議な世界なんだ。俺も何個かお宝みたいなものを手に入れたんだ。マヤはお宝見つけたか。なんかジャンク品やけど見つけたよ。マジか、やるじゃん。それじゃあ後で見せっこしようぜ。可愛らしいな、見せっこしましょう。マジでびっくりだよな、まさか遺跡からこんなところに来るなんて。そうそう、遺跡で引き抜いた探検はマヤも持ってるんだよな。もちろんですよ。この探検不思議な力があるみたいだな、いろんなことができるようになったし。ねえ、あんたたちの探検が光ってますね。なんだなんだ。すげえ。わあ、風を起こしましたよ。え、なんか見えたよ、ドラゴン。あ、動く、この音楽からして天の箱舟的なものがオープンしました。あちゃー、これ空飛ぶ汽車ですよこれきっと。二人の竜の探検の力で謎の乗り物が動き出したわ、すっげー。やったぜ、やったね。あとこっちも見てくれよ。まだあんの、なになになに、うん、竜の頭みたいに見えるだろ、どういうことなんだろう。ほんまやな、なんやろうな。は、はい、今僕たちが立ってる場所も竜の頭の形をした島なんだブー。そうやったんや。え、そうなのか。ここはね、はい、たくさんのお宝が眠る伝説の地、果てしなき竜の大地と呼ばれているの。2つの竜の頭の大地と竜の体の島々で構成されているわ。遥か遥か大昔、2匹の巨大な黄金竜が生き絶えた、あ、さっきの謎の女性が言ってたお話とつながりそうですね。その黄金の体が地面や岩となったのがここ竜の大地ってわけ。分かったような分からんような。巨大な黄金竜の体が大地になったのか、だからたくさんのお宝が埋まってるのか。そうね、そんなところね。それでたくさんのお宝の中でも特にすごい宝があるのよ。さっきも話に出た7つの竜石、わけあってあたいたちもそれを探してるの。でもあたいたちだけじゃ7つも見つけられないし、そこでカミュとマヤのお宝ハンターの素質を見込んで7つの竜石探しを手伝ってもらいたいのよ。これがストーリーの核となる部分でしょうか。へえ、すごそうな宝が7つあるのか、なんか面白そうじゃん。なあマヤ、楽しそうだし7つの竜石探しやってやろうぜ。いいぜ。よし、かわいらしいな。よし、さすがはマヤだぜ。それからさっき空賊に持っていかれた7つの竜石の一つも後で奪い返そうぜ。強気やな。嬉しいブー、そう言ってもらえると嬉しいブー。よろしくね。あたいたちの願いを聞いてくれてありがとう、これからもよろしく頼むわね。にぎやかですね。ところでこの竜の大地にはいろんなお宝も眠っているらしいな。この大地のお宝全部手に入れてやるぜ。いいね。なんて意気込んでみたけど、ここで宝探しするには何からすれば。さて、そうね、考えがなくもないんだけど、さっき謎の乗り物が動きそうだったわね。あの乗り物だったらあっちに見える大地に行けるんじゃないかしら。よっしゃ、
そうだな、それじゃあ早速その乗り物に乗ってみようぜ。はいはいはい。はあ、なんか次から次へと情報が舞い込んできましたけど、まあ、こっちのさ大地もまだまだ全然探索できてないけど、もうあっちに行っちゃうわけ。まあ、気になるもんね。この乗り物も気になるもんね。あ、なんか世界中みたいなものが見えません？こっから。なんやろう、まあ、気が、うん、気が上の方にあるだけかもしれないけど、世界中みたいですね。さてさて。いや、ほんまに、ちっちゃい時から好奇心旺盛やったんや、中身くんは。はい。あ、乗るんですか？焚き火に行こうかなと思ったんやけど。HP と大丈夫？この乗り物ならあっちの島に行けるかな？早速乗ってみようぜ。うん。誘われちゃいました。あ、来た。謎の女性の声。あら、この乗り物動くようになったんですね。来ましたね。あ、ちょっと待って。このヘルコンドルみたいな。この謎の女性が飼い主やったんですね。飼い主っていう言い方が合ってんのか分かんないけど。もしかしてその乗り物はあなたたちが動くようにしたの？そうですね。なんか探検の力で動くようになったみたいだ。へえ。すごい。あなたがお兄さんなのね。もしかしたらあなたたち兄弟はこの世界の謎を解く鍵になるのかも。キーパーソン。申し遅れました。私の名は。あ、名乗ってくれましたね。シルフの国の第一王女です。あ、シルフの国。さっきの盗賊団もシルフの国って言ってたよね。お、イニシエを求めし王女アネモア。まあ不思議な人だと思ってたけど王女様だったのか。ガーガーグワ。これ誰が通訳してるの？格好がけ。我が主は偉大なのだ。そそのないよ。ところであなたたちもこの地の宝を探しているそうね。レオバンから聞いたわ。ね、どちらが先にお宝を見つけられるか競争ですね。あ、ここにもライバルが。ちょちょ、汽車ポッポが動き出す音がします。乗り込め。すげー。動く。あー、動きましたよ。あー、手を振ってくれました。一緒に乗るんかと思いましたよ、てっきり。はい、オープニングですね。うわ、これはワクワクする始まり方。探そう。全てのお宝を。キラキラしてますね、なんか。ふう。いいね。ほう、ドラゴンクエストトレジャーズ本格的に始まります。楽しみ。あ、プレス A にボタン。はい、なんか名残惜しいけどこの音楽が終わっちゃうのは。はい、押します。よいしょ。おー、やってきましたね。かわいいスライムたち。めっちゃかわいいな。はいはい。降り立ちました。なんかお城が見えますね。ほう、なんか買い物とかできたりするのかな、城下町とかで。やっと着いたみたいだけど、一体ここはどこなんだブー。なんだか随分と寂れた感じのところだな。確かにね、廃墟なのかな、このお城。ねえ、二人とも、あたい思ったのだけど、お宝を探すなら、拠点になる場所が必要になるんじゃないかしら。確かに。ここって、それにちょうどよくない？なるほどだブー。うん。ギンギーラ、空賊団の連中も拠点を持っていたようだからね。キャンプにしちゃうわけね、ここ。おー、誰か来た。はい、これは魔物？ねえ、誰かいるわ。ここを拠点として使ってもいいか聞いてみたらどう？なんか怒ってるっぽいけど大丈夫かな。そうだな。なあ、マヤ、あいつに話を聞いてみようぜ。とのことで、見てください、降り立ちました。始まりの島やって。わあ、なんかちょっとね、ビルダーズっぽい感じもしますよね。始まりの島とか言われちゃうと。楽しい、なんか。おー、すごいすごい。じゃあ、こっから本格的に冒険が始まりますが、ちょっと長くなってきたんで、続きは次回やっていきたいと思います。楽しみ、マジで。ね。ここを拠点にしましょう。なんか、でもあの帽子のおっさん、怒ってそうやったけど、なんかスムーズにいきそうにないんじゃない？なんか頼み事を聞きそうになりそうですけれども。はい。では、今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。